皆さんこんばんは、平山茂です。今日はですね、5月の28日金曜日でございます。金曜日です。現在時刻は5時33分でございますね。いや、金曜日ですよ。金曜日が終わります。皆様お仕事お疲れ様でございました。本当にお疲れ様です。本当にお疲れ様です。今日はもう金曜ロードショー見てゆっくり寝てくださいね。僕はですね、今日ちょっと夢を見ました。とある池に行ったんです。そしたら亀がいっぱいいたんですね。多分10匹ぐらい見てます、なんとなくですけど。その後カラスに出会うんですね。僕はなんか一人ぼっちなんです。一人ぼっちで池にいて、カラスに出会ってカラスに話しかけるんです。でも一切相手にされないんですね。カラスは水浴びをしてるんです。カラスさん、一緒に遊ぼうよみたいな感じで話しかけるんですけど、一切無視されるんですね。そんな夢でした。魚も出てきましたね。そんな夢を今日は見ました。はい、戻す。あそこに亀が 1,2,3,4 匹か、5匹かな、5匹か。うい、逃げた。亀さん、あ、亀さん、こっち見てるんですか？亀だらけだ。平和だね、カラスさん。カラスさんおいでよ、こっち。こっちおいで、カラスさん。カラスさん、こっち。カラスさん。カラスさん。カラスさん。水浴びしてんの、水浴び。カラスさん、カラスさんおいで、こっち。カラスさん、水浴び。魚が来たよ、魚が。カラスさん、後ろに魚。でっかいの来てる、でっかいのが。カラスさんもね、いいね、平和だね、平和だ。平和。へいっと、おいしょ。お、こんなとこに出た。
大丈夫ですね。大丈夫だ。いい週末をね、送ってくださいね。それではまた明日でございますね。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でございました。ご視聴ありがとうございました。それではまた明日、おやすみなさい。